はい、どうもこちら、キャンスケです。さあ、今日もやっていきましょう、まだ今、買い物を済ませたところでございます。ね、このマップで見ると、まだこっから右の方向行ってないんで、今日はちょっと右の方行って探検してこようと思うっすよ。これはクラブストイック。ここはストイッククラブじゃありませんってか、どうか通り過ぎてくださいます。はい。ここはミュージアム。採掘してるならスカラビ文化博物館にでも行ったらどうだい、ためになるよ。ピラミッドのヒエログラフとかがあるらしいさ。どうだよ。はい、配送中ですが、それでもいいですか。なんかいろいろあるけど、こんな独り言を言う、うん、ラムレーズンなの。ってことは、あの彼じゃないですかね。腕箱。次、はい、腕箱で、最後は、弁当箱です。はい。行かないか、なんで普通は見せない。分かったよ、袖の下ね。はい、これでこれだけでお金取られてるの嫌だな。なんかそれは悔しいものがあるんです。これだけのためにお金取られる詐欺だよ。あ、いや、ここからどんどん右の方行ってみるか。なんかある。これはヒント。とりあえずいいです。150ドルが欲しいんですよ。病院だよな。病院はとりあえずスルーでいいや。次は港のあるの人と。わしは看板じゃないぞ。このさ、なんか、目じゃないのこれ。この下なんかいる。話はできないわ。スカラビには海を渡らべならないんだな。確かに怖いっすね。入れる。入れた。海の向こうにはスカラビという街が。次はそっちに向かうのか。ゴロゴロ、何？猫。あ、でもなんか、さっきデパートで買っちゃったやろ。守りのコイン、水、裏漢方、ダブルス。もう全然お金が残ってないんですけど。いけないんだよ。通れない。どうなってんの？ああ、ってこっち。赤泥棒。違う？秘密の電話で予約してんの？電話番号教わった？おや？はい。なるほど。毎回出てくるこれですね。スペース。これでよろしいですか。はい、そうです。間違いないですよ。なんか間違えた。
はい。でした。うん、バイ。あ、ほんと、電話来てた。で、秘密の電話ってどこ？あ、電話番号？いや、ではとりあえずいいっす。裏剣が怖いんだよ。マジ？一体何が？その、なんたらかんたら比べ電話をするってどこで出ます？どこで出ます？まあ確かにクラーケンが出るんだ。うまん近寄ると吹くぞって何を吹いてよ早く。恐竜がいる、俺見たんだとか。恐竜がいる、うん、ミャオ。こっから先はもう行けないんだね。なんかある。え？何これ？何や？わかんない。で、この下目が光ってるように見えたけど、そう、え、もうまっさら、なんかあるよ。あ、あの市民のないもの。あれか、よく港とかにあるあれか。いや、その、んちゃらかんちゃらクラブ、もう一回行ってみるか。トイッククラブ。ファイトクラブじゃない。ストイック、うん、クラブストイック、はい。え？電話をかけなきゃダメ。え？どうすればいいの？そっか、電話のあったところ電話をかける。電話をかけなきゃ入れないって。待って、お店ここから電話していこう。電話。あった。トイッククラブ。フリーの。トイッククラブ。今度はクラブストイック。この。できたよ。頑張れ。え？なんでこんなに空振りする？空振りしすぎだよ。クラブストイック、ストイッククラブ。どっちだっけ？どっちだ？まあいいや。ストイッククラブ。クラブストイック。クラブストイック。あ、入れた。で、なんか石みたいなのが手にしてるよ。つまり今の世界ではエントロピーの増大っていう流れに抗うことは膨張する宇宙を否定し続ける意味がわかんないです。難しいこと言わないで。ん？すげえなんか難しいこと言ってるし、この上にある石みたいななんだろう。幻想的な甘美な芸術。マジックケーキをもう一度食。なんかステージの石を見せる。まあ、メニューは水だけ。何のために来たんだ。この人、はい。ビーチのワゴンまでいらっしゃい。これでいいのかな。OK、ビーチのワゴン。確かね、よいしょ。
どこにあったっけ、ワゴンって。うん、ビーチのワゴン、ビーチのワゴン、うん、こういうところにありそうな、なさそうな。あ、いたいたいた。うん、遠い。はい、最後の材料を全部使ったスペシャル。はい、なになになに、なにこれ、え、ネスは夢見た。とてもはっきりして不思議な夢だった。よ、やったことがあるようなないような、なんとなく東の辺り、あ、わかったかった、思い出、多分思い出した。うん、最後の一人が出てくるんじゃないっけか。ほらほら、やっぱそうだ、プー王子の宮殿。うん、動かない。プー王子様、はい、イースーチーも修行の成功、はい、どっか行けってことですね。うん、わかった。玉手箱を開けた。ワンワンワン。命のうどんがあった。はい。装備は何もないの？悟りの石ってなんだっけ？小さなルビー。ほんで、装備できるものは何もない。お金もない。王子のくせに。え？はい、記録します。電話なの、この人。意味がわからん。はい、あざす。どっちに行くんだ、どこに行くんだ。こっちは違う、なんかどこだか、なんとかの場所に行けって言われて、存在の平らな軽さ、なんかあったな、そんなのが。こっちも違う、もうあとはひたすら下へ行くしかない。寝てんのか。モテるね。はい、ここにもなんか落ちてるんでいただいてきましょう。水しかねえじゃん。まあ、これは遊んでくんないから寂しいって言った。イチャイチャ。そんだけ、そんだけ。はい、ニンニク臭い。何が引いたい。いけない。じゃあまだまだ、さらに下に行くしかないです。目、目の修行って何。ほう、よくわからん。水とお金があります。水、お金がないんだよ。お金がその前に水ばっかり。はい、こっちはあとこの家見てない。あ、なんかある。マンダラふりかけ、なんだそれ。はい。
何なんだ、何なんだこの、こっちは何、ちょっと待って、先にこっち行っとこう。おや、こっちもなんか怪しげな、どっち先に行ったらいいの。まずこっち、こっち、ちょっととりあえず話するだけしてみるか。ウサギ？ペコでも乗かないウサギ像が。なんだ、なんなんだ。じゃあこっちに行くしかないっつうことで。なんかよくわかんないけど、まあいいや、無。すべてを無にしなさいか。うん。おい、消えた。さらば。ここから上行け。わかった。雲の上。つけな。ああ、これなんか修行するわけだ。お、おいたしやプー王子様。イスーチー老師の使いのものでございます。たった今、老師様がすぐに瞑想をやめるようにと伝えるよう私を差し向けました。さあ急いで帰りましょう。プー様、こんなところにいないで参り、ま、老師様が嘆きます。え、無だからほっとくってこと。お、やっぱりそうだ、やっぱりそうだ。すげえ顔。生首。さてさて、プー王子、私はお前の先祖の霊じゃ。試練の仕上げにお前の足を折るがよいな。足を失うがよいな。むー。まあいいや。あー。さてもさてもプー王子、足をなくして歩けぬか。次はお前の腕をちぎる。腕をちぎってカラスどもに食わせるがよいのだな。腕をちぎるとよいのだな。死んだよ。あ、さてさてプー王子、足も腕もなくここに転がり続けるか。しからばお前の耳をそぐ、耳をそいでもよいな。もうこれ全部ハイだな。音を失うがよいな。これはこれ、うん、お前の眼をつぶ、それも良しとするのか。あっ、おお、何これでいいのかな。おお、やっぱり修行って今度は嘘、どっち動いていい。動いて良さげだ。間違ってないよね。もう一回やり直しとか言われたら嫌だよ。まあ、とにかく帰ろう。老師のところに帰ろう。よいしょよいしょ、こっち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 。いいな、この音楽。こっちだっけ、こっちだ。うん。これでよろしいですか？うん。はい、帰ってきたよ。おお。終わり？おい。すべての邪悪なるものを動かし支配する神が歴史上最大の戦いを挑んでおります。これを受けて立てる者はたった4人の少年たち。ネスという者がその頭になります。4人のうちの1人がプー王子、あなたです。最後の試練に打ち勝った今、すぐにネス殿のもとへ飛んでくだされ。多くの人々のために、この世の平和のために、大きな力になってくださいませ。プーのレベルが16になった。何があったんだ一体。はい、17になった。なる、18になった。
壁は？おう。俺の名はプー。君たちと共に戦うものだ。俺はネスにした、ネスのしもべなのだ。ネス、俺の命を預けたぞ。なんか、プーが仲間になったっす。よし。というわけで、まあ今回はこんなところで一旦にします。ちょっとプーがね、仲間になった。ちょっと待って、プーのさ、レベルって、18で低いよ。レベル上げしないと全然ダメだよ。うん、しかもなんで俺プーを連呼してんだよ。もういいよ。うん、ちょっと、レベル上げしないとまずいよな。うん、頑張ってちょっと、この辺り行ったり来たりしてレベル上げ、プーのレベル上げ頑張ろうかと思いますが、敵の姿はあった。よかったよかった。戦おう。どれぐらいの暴れん坊コップ？うん。ちょっと強いんじゃない？うん。装備もなんとかしないとまずいわ。まあ一応勝ったっていうことで。プーのレベルが19になった。うわぁ。というわけで、ちょっとこの辺りうろうろして、プーのレベル上げして、次どうすればいいんだろう。なんとか。多分ね、博物館もう一回行くべきなんだと思うんだよ。うん。なんかそんな流れ、やってこようと思います。というわけで、まあ今回はこの辺で、よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。